よっしゃ行きましょう、夏の大会初戦。はい、行きます。まあ初戦がね一番怖いというか、まあ今回のチームはそこそこ信頼度を稼げてるんで、まあ頼もしい限りではあるんですが、服部でいくか。まあでもねちょっとわからないっていうのが、うわー調子悪いなピッチャー陣。うん、まあわからんすよね。やっぱ初戦ね気持ちよく勝って勢いつけたいところ。ねぶだ実業一球に悔しさをにじませる最高のドラマが幕を開けます。地区大会一回戦の模様をお届けいたします。一塁側高校チーム、三塁側ねぶた。よし、一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。 D ランク、これはちょっと負けられないね。うん、負けられない。バッターはパットリ、マウンド上ピッチャーは渋谷。嘘だろ、調子悪いとはいえね、県大会の1回戦 D ランクのチームがこの160キロ近いピッチャー3点初回取るかね。って感じ。リアルな高校野球の世界だとなかなかねえなこれ。これで2アウト、ランナーありません。まあ初戦ゲームか。おいおいおい、点数取られてるぞおい。そう、とことんコンピューターはやはり私に勝たせない気でいるな。いやいや、ノーアウト一塁で1点か。引っ張り、よし、いいよ、ランナー進めた、それだけでもよし。村越、お前のバットで決めてやれ。オッケー、あー入らん。いやーダメだ、くそ、1点負けてる、1点負けてる。また点数取られてる。そんな打つのこいつら、そんなに打つの。いやーよー、あー、まあこいつはすごいけど、そうまた飛び抜けて、あーまあでもうーんって感じ。ミート高いけど、でもパワーそんなないし、まあ打つやつは打つけども、そんなに点数取られるようなチームでもなければピッチャーもそういうレベルじゃないだろうよ。いやー取られすぎだこれは、ちょっとダメこれ。引っ張り、3点4点ぐらいまでだったらまあ許すけど、6点は取られすぎこれ。うん、ダメ、話にならん。新田、ちょっとこう点数取れ、これ点数取れ、2点差にしろ、ここ最低でも2点差。ストライクか、あーくそー。おいおいおい、だから取られすぎだって、ちょっと、村ダメだこれ、やっぱ調子悪いとダメなんかな。取られすぎだよ。いやーこれも簡単に160キロ打ち上がって、くそーマジか、悪夢だ悪夢だ。これアウトだね、打ち取った。いやーこういう試合展開に限って本当ね、魔物使えなかったりするから、ほら行け、もう力で押し込め。OK、 いやーこれ点数取られすぎだ。お祭り使うか、お祭り、ちょっと4点差は厳しいなこれ、4点差は厳しい。うわー、くそー、よーし落とせ。うわー、うわー、マジか、悪夢だこれは。
嘘だろう。負けるような相手じゃねえぞ。まあ確かに弱い相手ではない、弱い相手ではないけど、こんな試合展開になるような相手じゃねえぞこれ。またこれも簡単に打つ。マジかよ。力で押す、そう力で押す、抑え込め。ほら、おいおいおい、あぶねえな、おい、ダメだ、完全に浮き足立っとるというか、自分たちの野球ができてない。マジか、うわー最後まで来ちゃったよこれ。ちょっとここ絶対ゼロで抑えろ、絶対ゼロだ。あー跳ねたね、ゲッツーは取れないか。ゲーム、まあ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 いい。しかも1年生ピッチャーだぞこいつ。はい、よっしゃいいよ、オッケー。ギリギリのところに決まった。9回の裏、いやー厳しい。さあラッキーボーイの本領発揮、4点差か。可能性ある限りちょっと頑張ろう。今までこういう展開をね跳ね返してきたから。よし、まず1点、 OK、 まず1点、3点差か。くせ者、3点差か。よし入れ入れ、オッケー、よし2点差。松尾超ファイト、お任せ。よし、わからんてわからんてこれ。魔物使える、ダイソー行くか、ダイソー行こう。ソウルイシー、トールイディ、トール、うーん、まあどっちかだな、小原か沼田かどっちかだな、これ沼田でいくか。魔物いきます、転がせ、当てろよ、しっかり当てろよ、三振はすんなよ、三振はすんじゃねえぞ。あー走れー、よしよしよし、これはね送りバントっすよ基本だけど、悩むな、送りバントいくか。よしいいバントだ、よしいけ、魔物様様有山犠牲フライ、もう任せる、お前に任せる、お前に任せるよ。外野まで飛ばしてくれとりあえず。うわ三振ダメだって、三振ダメなんだって。うわダメ、落としてもインフィールドはもうバッターアウトだから、問答無用で。うわ追い込まれた、追い込まれた、流し打ち、くそー、ノーアウト満塁。うわー落としてくれ、よしよし追いついた、いや負けてるね完全に、負けてるし、もう完全に負けてる試合これ、今のも完全に取られてるから、普通だったら完全に負けてる試合。セーフになれ、セーフになれ、セーフになれ、オッケー、はい勝ったけど、勝ったけど負けた試合だ、ダメ、こんなんじゃダメ本当。はい、魔物さんに勝たせてもらった。あーピンチ F に下がった、ダメか、そっかピンチに弱かったのかもね村越ね。ちょっとダメだねこれ、
うん、ダメだ。この展開はね、ちょっとダメっすよ。まあ拾えた、この試合拾えたっていうのが本当ね、唯一の救いというか収穫というか、まあそんな感じ。うん、有山根岸が調子悪いな。村越ダメだねこれ。黒滝で行こう。根岸調子悪いから肩の4番で行くか。ちょっと下げようか。須田がまたちょっと打率いいんだよな。新田もいいなこれ。うん、よし行こう。いやダメだね本当は。まあまあ、でも2回戦に進めたっていうので切り替えてもう一回やっていこう。まあやっぱできるんだったらスカッと勝ちたい。下級生使ってやりたいし。強いな。おいおい、でも意外性少ないってことは得の持ってるやつは少ないってことか。引っ張り、あー魔物は使えない。有山魔物使えない。まあでも前の試合ほんとホームラン2本出て魔物使える状況になったっていうのは大きいよね。2本出て2点差にしてから、うん、あれは大きかったね。でホームラン、あ取ってんのかこっち。ホームラン打った後にまたそのピッチャーがねすぐさまヒットを打ったっていうのは大きい。よしよし、まあ点数取ったなら OK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  いいよ。でも取られたけどまあいいでしょう。6点。さあどうだ、ここはきっちり勝ってね、ちょっと下級生試合出してやろうよ。石田お任せ。サードきっちりボディーブロック、理想的な守備。さあ黒滝頑張って投げてますね。ちょ いいね。左で160キロ近いボールなんで本当完全にちびるわ。オッケー、9本もヒット打たれてる。ありえんだろうよ普通のリアルな高校野球の世界。しかも甲子園だよ私もね。地区大会の2回戦だぜ、なかなかないだろうよ。入った、オッケー、よし。まあ、この試合はちょっとスカッと勝てそうな雰囲気ではある。まあでも舐めるようなことはしないけど、よしこれセーフになるだろう。ああダメか、セーフは OK。 よし、ああいう高く跳ねたやつは全部セーフになるから、右バッターでもセーフになるね。よし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 、落ちる。ああダメか、こういうところよしっかり送っていかないと。さあコールドで勝とうぜ、こんだけ点差開いてきたんだから。さあ取れ、変化球できたからセーフになる。 OK、 引っ張り、よしいいぞ。黒滝取れ、変化球で、あー外された。でもセーフになった、危ねー。外されたけど引っ張り、いけいけいけ、よっしゃー、ナイスバッティン、ゲイ。よし次守ればコールド、いいぞ。この試合はスカッといけてる。あダメだ、とにかくランナー1、2塁とか満塁の時はねインフィールドフライないようにしたいよな。インフィールドフライだと問答無用でアウトになっちゃうからね。さあ下級生使ってやろうか。キャッチャー外野、外野でもいいや。
ねちょっと待って、宮下、あとキャッチャー宮下は外野、小原も外野で、あとはセカンドが寺田、あれ違うな、あれ違うな、こうか。でファーストが、ファースト久松使ってやるか、キャッチャー須田下げるか、須田下げていいの使ってやるか、ピッチャー松尾できます、松尾先行チーム、はい、ちょっとものすごく守備気合い、米ゴロス、そしたらもうちょっとピッチャーのはないか、じゃあもう一回守備上げて、これでだいぶ底上げされたんじゃない、うん、もうみんな S だわ、 OKOK、 S だったら大丈夫でしょ、この点差ファイト、よし緩急いけ、160キロ投げろ、160キロボンボン投げろ、うわー簡単にまた打たれた、簡単に打たれた、いいよいいよ、試合終了時点でね1点勝てればいいんだから、最悪だから7点までは OK よ、7点まで OK とは言うけどもさ、ちょっとアウトカウント取ってこいよ、内野フライはもう問答無用でバッターアウト OK、 よしケツ、いや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 、何やってんのおい、まだまだこのレベルってことだよね、あー簡単に打たれてる、まだまだこのレベルってことか、しわー、ここちょっとね、ちょっと待って、ここちょっと前進守備していいですか、本当はね、セオリーだったら前進守備しないんだけど、コールドでここ勝ちたい、だからちょっと前進守備します、うん、オッケーオッケー、よし、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁か、力で押せ、そうそうそう、力で押し込め、いやドロースリーは、いやファーボーか、ファーボー与えなくてもいいぞ、160キロ、ほらどんどんいけ、ほら151キロのカットボールって化け物だな本当、でもパワープロの世界じゃ打たれんだよね、あやどうもでした。まあこの試合もスカッと勝ったりなかったけど、課題の残る試合でしたよね。13本もヒット打たれてるし、まあでも逆言えば要所を抑えてたってことか、まあそれはそれでまた収穫っちゃ収穫だけど、紅白戦、よし、うわー、なんでそういうことするかな、道具は大事に使えよ、おい、いたずらすな、大事に使えよ道具、基本だぞ、OK、 ミートバッティング、有山、うん、いやー村越全然ダメだなこれ、黒滝打率のいい人たちを上に上げたいな、カッターの根岸ダメか、まだ須田に行ったがね打率いいから、ちょ5番6番に上げてこいつら、まあこの能力で7番8番にいるっていうのもちょっと怖い感じだよねうん、まあまあまあいいか、有山もだいぶいい選手になったから、よし、かなり打力も追いついてきたんじゃないか、パワー C ミート C とかまで来ればそこそこ計算できる、さあ行こう、準々決勝、今日が終わればベスト4が決まるということになります、さあまずはベスト4行こう、準々決勝の模様をお届けいたします、一つ一つだからね、本当三塁側先行チーム全国大会へいよいよ、お願いします、
先発メンバーはご覧の通り。強いな、もうなんか今大会強いチームばっかあったんな。八戸東は確かリアルな世界だと結構進学校って感じ。そんな野球は強くはないと思ったけど、OK、魔物使えるっていうこの安心感、よしいいぞ。セーフティーいきます。うわあ、ていうかね、今のもショーフライ、ショーフライになったらさ、まあハーフウェイじゃないけどハーフウェイのハーフぐらいのね位置でこう待ってるのが普通なのよ。一塁ベースインもぴったりくっついて待ってるじゃないですか。あれ絶対ありえないですよね、そういう走塁って。ちょっとね、まあ初戦ゲームだからってなんだけど、その辺がちょっとリアリティがないっすな、このパワープロは。まあ初戦ゲームだからね、転がせ。さあ転がせ転がせ。あー、まあまあまあ出ただけでもよしとするか。あ、1点取られた、1点取られたけど勝ち越させなければいいよ。さあ出るぞ出るぞ、もう1回。さあ1球あればいいんで、1球あれば。そう、よーし、セーフになる。OK、OK、ああいうのはもう全部ヒットになるからね、弾いてくれると。球数86、もうちょっと頑張ってもらおうか。他のピッチャー陣がちょっと調子悪いだけに。よし、ちょっとホームホームホーム、危な、先行チーム、この回ツーアウト一塁二塁、危な、先行チーム、セーフティーバント、よし、有山転がせ、いやー、くそー、これでツーアウト、ランナーは今魔物使うべきだったか、使うべきだったかもね、今もしかしたら。使うべきだったかもな、まあ、ちょっとこの選択が今後左右しそう、この競った状況、左右しそうな気がする。どうする、連打流し打ちいくか、それと走らせるか、これ勝負かけて流し打ちいくか。勝ってるからそういう思い切ったね、サイン出してもいいと思うけど、ダメか。これもね、ゼフ調だからいまいち打球に力がないんでしょうな。104球、もうこの辺があれだよね、松尾変えるか、ちょっと調子悪いけど。超ファイト、いざとなったら超ファイト使う、いや、ここで使おう、ここで使おう、ここだって点数取られちゃう話になる。うわー、くそー、いい、まずアウトカウント取ろう。うわ、大丈夫か、オッケー。いや、だからね、これもね、直でサード投げるっておかしいんですよ。きっちりあのセカンドはカットマンになるから、セカンドに投げ返してやるっていうのが普通の動きなんだけどね。いやー、これまた微妙な当たりだな、おい。うわー、くそー、大丈夫大丈夫、まだ追いつかれたわけじゃないから、いけいけいけ、抑えろ、もうよし、 OK、 OK、 よくしのいだこの満塁のピンチ。さあ1点取りに行こうか、送りバント、よし、流し打ち、本当は引っ張りたいんだけど、信頼度高い方を優先。惜しい、ナイスバッティングだ、これは。オッケー、魔物使うか、魔物どうする、魔物使うか、いや、これはもう使わんでいこう。決してナメプってわけじゃないけど、
使わんでなるべくだったら使わないでいこう。そっちの方がやっぱ面白いから。あまりねちょっと魔物ばっかだとさすがにね、やってる僕としてもあんまり面白くないっていうか、ほんともう負けてるどうしようっていう場面でなるべく使っていきたい魔物は。それが競った状況でなんていうか勝ち越し狙う場面、今もう勝ち越しちゃったからなるべく魔物は使わず、うん、いいバッティングだこれも。オッケー、よしいいぞ、もうじゃんじゃん行こう、じゃんじゃん盗塁、よし変化球だからセーフ、引っ張り、よしオッケー、いいよ、よしいいぞ、もうどんどん走る、変化球くればセーフになると思う多分この感じ。あーまっすぐか、ダメだ刺された、いいよいいよ、よっしゃ5点リードだったらば守備をいろいろちょっと使っていこうか。久松ファースト、寺田がセカンド、キャッチャーで外野、外野ショートサード、村越投げさせてやりてえな、投げさせてやりてえな村越、あーなにさしてやりてえなこいつ、今しかないよなやっぱ、点差開いてるし、ちょっと褒め殺す2回、褒め殺すを2回で OK 持ってきて、で守備に気合を入れる、これでどんぐらいまで来てる、 BBB、 あーいい OKOKOK、 いいよし村越、これでなんとか1イニング頑張って OK、 いい UFO、 この投手陣今まで歴代最高な投手陣なんじゃないか、160キロクラスがもう3人っていう歴代最高投手陣、うわくそ、まあ本当はねもっと変化球とかねもうマックス値までいってるとかそういうピッチャー作る人もいるけど、僕なかなかそれできないんですよね、なかなか育成が下手くそなっていうのもあるかもしれないけど、いいよいいよ、4点までは許してやる、4点までは許してやる、 OK OK、 すごいこの打球でゲッツー取れるとは思わなかった。よしもう1試合いくか、はいどうも、もう1試合いこう。まあでもランク C のチームでこれだけできれば本当うちは地域があるってことだこれ、うん、よし、ちょっと一気にいくか、この勢いで導入、1000円のやつちょっと買おう、この壊れそうなやつ、今のうちに1000円のやつ買えるだけ買っときゃいいんだよなこれ、うん、壊れそうなやつからちょっと、大丈夫そうですね、じゃあまあ適当になんか1000円のやつチューブ、まあ上から順番に買っていくか、 T、 あーやばい、もう無理もう無理、 OK、 黒滝青森の速球を、さあちょっともう1試合いこうか、もう1試合、うーん魔物使いはいない、
となると石田、根岸、根岸でいくか。こいつも調子悪いんだよな、石田。うん、根岸。あ、でも一つ上がったね。一つピッチャー陣はまあ村越でいくか。石田3番有山入れて4番服部にするか。根岸またこの辺ね、ちょっと打率いいから、片野も打率いいな。こういう感じにするか。根岸総力 A っていうのはこれいいんだけどね。だから本来1番とかに置きたいんだけど、調子悪いからな。 OK、 行きましょう。村越頼むよ。ここちょっとピンチ、ピンチ。ランナー溜まったらね、村越ちょっと能力下がっちゃうけど、村越の勝ち運にかける。上北商業、はい、お願いします。決勝まで行こう。まず C、 また強いな。おい、守備力、機動力が高い。まあでも割と弱めの C。 うわ、またまた点数取られてる。やっぱダメか村越。取りました。あー、送りバントうまくいかん。うわ、うそー、あかん。村越ダメだこりゃ。嘘だろー。いやー厳しい展開だ。やばい、5回で終わるこれ。ちょっと待て、5回で終わっちゃう。はあ、ちょっと待て待て待て、点数取らないと、点数取らないとダメだこれ。ちょっとマジかこれ。よし、まずコールドは回避、5回コールドは回避だけど、また7回コールドってのが来るから、ちくしょう、これ最悪だこれ。新田ちょっと転がせだ。うわー、さあ5回の表神木、あれなんでこれ操作できるようになったんだ。5回10点だよな。いやダメダメ、これダメ。黒滝だ黒滝。勝ち運に期待したけど全然ダメだわ。もうあいつ、例えこの試合逆転できたとしても、もう使えんな。使うとしたらリリーフだ。ダメだ、使えん。わいい具合で勝ち進んできたのに、一瞬もう12回で台無しになっちゃった。ちょっと OK、 ナイスドロップカーブ。よし、ゲッツゲッツゲッツ。ダメか、大沢。うわー、抜けるない。 OK、 ボールは中継。大沢ナイスバッティングです。さあ、まあこいつら打つには打つのか、もともと。でも多分ね、前の準々決勝だったチームの方が多分強いんじゃないかなという気はするんだけどな。掴んでこれで3アウトになります。よし、うわー、ちょっとくそー、7回コールド来ちゃう。まずい。だから7回7点だから、うわー、だから3点取らないとダメってこと。厳しいなーこれ、かなり厳しい。いいよ、1個取れ、アウト1個取れ。まずそう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 、おうち。
よし、オッケー。これでスリーアウトチェンジ。二塁ランナー。いやー、これは厳しい。ちょっと、もうここ絶対点数取らないと。待って待って待って、1イニング3点はかなり厳しいから、ここでまた1点でも2点でも取らないとちょっとやばいぞ。いやー、くそー、うわー、ここまで来ちゃった。くー、うわー、これもいい当たりなのにね。くそー、終わりたくねえ、こんなとこで。しかもこんな内容で終わりたくねえ。うわー、こんな内容で終わりたくねえ。くそー、全然ダメダメ。転がせ、頼む。うわー、追い込まれた。よし、破った。けい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 、ニッタツーベース、初安打。よし、右バッターボックスは8番。ちょっとまあ望みは薄いけど頑張ろう。お祭り男の本領発揮。ちょっと待って、お任せだ。二塁タッチセーブ、タッチはセーブ、二塁バス。さあ頼む。ああ、余裕があります。あー、ひどい、これはひどい。残念ながら準決勝戦で敗れました。決勝進出はなりませんでした。あー、まあ村越を使った僕が悪いんだけどさ、分かってたことなんだよねこれ。うん、もうね、序盤で打ち込まれてるっていうのがそういう展開多かったから、村越使うべきじゃなかったんだ、黒滝先発行くべきだったんだここは。うん、安定して投げてたからね黒滝は。いやー、だけど村越の勝ち運にちょっと欠けてしまったっていうね。いやー、残念でしょうがね。このチーム残念でしょうがねえわ、ほんと。はい、あー、あー、強豪がれきそこそこだって。だから要はそれだけ力の差があったってことですよ。うん、だから本来こんなチームに負けるあれじゃなかったんだよ、ランク C とはいえね、向こうのチームが。これはただただ残念でならない。あ、やべ、須田キャプテンショット。いやー、あもうじゃあ平林、篠田、この2枚看板でなんとか頑張るしかないね。はい、キャッチャーどうしようか。いいのとか、これちょっと我慢して使う、我慢して使ってみるか。うん、セカンド須田で行こうか、それかもしくは新田で行くか。新田で行ったらまあでもな、守備こっちの方がいいからな。うん、じゃあちょっとこの二遊間でちょっと行ってみよう。キャッチャーはいいので行きましょうか。
うん、いいので行きましょう。あ、ちゃったちゃった、こうこうこう。ファーストは岡野。まあちょっとこれで、いやー、ただただ残念でならない。宮下一番とかねえだろ、これパワー G なんだからさ。一番に行っただろ。4番須田。うん、まあ弱いな今回のチームは。まあまだ1ヶ月あるからな。はい、じゃあこれで新チームこれでやっていきたいと思います。この敗戦はすごく悔しい、悔しい、ほんと悔しい。もう結局何もできなかった試合だったけどね。はい、それじゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。